はい、どうも皆さんこんにちは、ラテです。ということで今回はですね、またパイシートを使ってキッシュを作っていきたいなと思ってます。正直ね、キッシュ溜まっちゃいそうですね。まあ今回はこの前のミスとかもいろいろ踏まえて、まあちゃんとやっていこうかなと思います。そしたらね、前回のミスっていうと一番大きなのは、パイシートをですね、丸々1個解凍させたことによってパイシート1枚分ね、余ってしまったっていうことです。なんで今回はちゃんとね、この前使った3枚分だけ解凍させました。 OK。 それじゃあ今回使う具材ですね、まあキッシュは正直いろいろ何でもぶち込んでも美味しいと思うんで、まあ、そんな気にしなくていいんじゃないかなと思ってるんですけど、今回はですね、このベーコンとちょっと熱いやつね、とじゃがいも具材に使っていきたいなと思います。それじゃあやっていきます。ほいほい、 OK。それじゃあこれを切っていきます。まあ大体の大きさにカットかな、今回は。はい、こんなね、ちょっとゴロゴロっとした感じですね。太さはこんぐらいね。断面を見せるキッシュを作る場合なら、じゃがいもを使うなら薄めに切ってきれいに並べた方がいいと思いますけど、今回はちょっとなんかね、家庭的な感じの温かい感じのねキッシュ作りたいんで、こんな感じでゴロッとした感じにしました。ラップしてね、このまんま蒸します。じゃあね、蒸してる間にベーコン切っちゃいます。でね、ベーコンの太さなんだよな、問題は。はい、 OK、 こんな感じです。それじゃあね、ちょっと小ぶりになるんですけど、玉ねぎ半分冷蔵庫の中に入ってるんで、これも入れちゃおうかなって思います。はい、こんな感じ。じゃあこの3つを炒めていきます。もう一気に全部入れちゃおう。ベーコン、玉ねぎで、じゃがいも。ちょっとね、じゃがいもの方は蒸した時の水を切ってないので、ちょっと油跳ねるかも。玉ねぎ跳ねた。いやもうこれで一品ないよ、マジで。よし、これで OK。 はい、こんな感じ。じゃあこの前と同じように液も作ります。牛乳、チーズ、ちょっとね、今日はいっぱいにするチーズ。で、塩コショウ、もうちょっと多め。で、混ぜます。なんで粉チーズってさ、ダマになるんだろう。いや、絶対、それなるわって感じなんだけどさ。ごめん。
よし、液はこんな感じでちゃちゃっと完成。じゃあこの液によいしょ、さっき炒めたやつを入れて、あ、液漏れとるが、ちょっとね、混ぜて穴を開けます。 OK、 こんな感じ。じゃあここにこいつらをイン。うん、具が多いね、やっぱ。で、あら、よっと、OK。はーい。はい。ということで、焼いていきます。はい、こんな感じ。見えるか？おー、きれい。出してこっか。はい、ということでこんな感じ。ただただ綺麗じゃないか。よし、こんな感じ。いや、うまそう。よし、ちょっと切る箇所ミスったかも。はい、こんな感じで取れました。断面、あ、もう後で見せます。断面は、はい、こんな感じでね、ちょっと見やすいようにしました。断面を、まあ正面から見たらこんな感じ、断面見たらこんな感じ。正直むっちゃくちゃ美味しそう正直めちゃくちゃ美味しそうです。どうでしょう、まあ切った感じこんな感じですね。ちょっとそこに生地が残っちゃってるけど、まあ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 、しゃあないしゃあないじゃあこのね、表面もめちゃくちゃ綺麗に焼けたキッシュを食べていきたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしね、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをぜひよろしくお願いします。皆さんもね、キッシュ、割とね、簡単なんで、ぜひ作ってみてください。じゃ、バイバーイ。うん。